皆さん、こんにちは。先日11月17日深夜に、自身の X で離婚を決断したことを発表し、世間を騒がせる事態となった羽生結弦さん。結婚発表からおよそ3ヶ月での離婚に世間からは様々な意見が飛び交っていました。この羽生さんの離婚に、歌手の和田アキ子さんが自身のラジオ内で言及していました。今回は羽生さんの離婚について和田アキ子さんが何を語っていたのか調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。今年8月4日の午後11時11分に結婚を発表した羽生さん。羽生さんは昨年3月、地元仙台市の緑豊かな地に立つ億ションの最上階を2部屋並びで購入しており、その新居で羽生さんは真由子さんと新婚生活をスタートさせていました。妻であるバイオリニストの末延さんは当初妻であることを明かされておらず、そのためネットやマスコミは羽生さんを射止めた相手が誰なのか徹底的に調査していました。これが羽生さん夫妻の離婚原因につながっており、互いを心から尊敬し大切にしていく覚悟を持って結婚いたしました。それぞれを守るためにさまざまなことを考えながら共に乗り越え過ごしてきましたと振り返り、重大な決意を綴り、私たちは共に思い悩みながらもこのような事態から互いを何とか守っていけるように努めてきました。しかし私が未熟であるがゆえに、現状のままお相手と私自身を守り続けることは極めて難しく耐え難いものでした。このような状況が続いていく可能性と、一時改善されたとしても再びこのような状況になってしまう可能性がある中で、これからの未来を考えた時、お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから離婚するという決断をいたしましたと報告しました。末延さんやそのご親族関係者の方々に対して、そして羽生さんの親族関係者に対しても、誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道がなされ、生活空間においても不審な車や人物に徘徊されることや突然声をかけられることがあったようなんです。さらには様々な場面でプライバシーを脅かされる事態に直面していたことを羽生さんは明かしていました。離婚発表に世間からは、有名人であろうとプライベートはある、踏み込まれたくないものもある、有名人だから仕方ないなんてことはないと思う、そこはきちんと線引きして大切に尊重するべきじゃないかな、ファンであればあるほど嫉妬や悔しい気持ちだって生まれるのかもしれないけど、好きな人の幸せを一緒に守ってあげられる人こそ本当のファンだと思う。こういう話を聞くと、ファンという方々にいつも思うのだけど、自分の推しが幸せになることは許せないことなんだろうか、自分が選ばれるなんてことはないだろうに、なぜに祝福して見守るとかできないんだろうか。アイドルにしてもそうだけど、有名人は気の毒でしかない。羽生結弦さんの離婚理由辛すぎ、知らぬ顔で離婚の速報を出してくる、メディアも頭おかしい、スピード離婚とかふざけてるやつもちゃんと文章を読んだらどう見ても離婚したくてしたんじゃない、相手や家族を守るために苦渋の決断だよ、などの羽生さんの離婚に悲しみの声が多く寄せられていました。その一方で、これだけ騒がれると分かっていたはず、お相手の情報もいずれはバレるはずって思っていたはず、それを想定しないで結婚したとしたらちょっと考えが甘すぎる、言いたいことは分かるが、結婚から数ヶ月この理由で別れる程度なら一生添い遂げるのは難しいだろうから、これで良かったのではないか、なんだかとても思い通りにいかなかったことを他人のせいにしているように感じてしまった、などの声も上がっていました。この悲しすぎる離婚報道に、歌手の和田アキ子さんが11月18日放送の自身がパーソナリティを務めるゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減に1000回で言及していました。これはびっくりしましたね、という和田さんは、新聞とネットで見たんですけど、
本当に相手の方も家から一歩も出れないとか、あと知らない車に尾行されたりとか、なんでそっとしておいてあげないのかなと疑問を口にしていました。まあ結婚された時もお相手を一般の方ですっていうだけで、そしたら私は週刊誌とか美容院行った時に読んだんですけど、とお相手の報道は目にしていたというが、何が追いかける必要があるんだろうと話しました。羽生さんは守ってあげたいとか最初おっしゃってたじゃないで、自分のプライバシーもないみたいなことを今日のネットとか新聞では書いてあったんですよと言い、だからどこ行っても見られるっていう、そういうこと芸能人もそうだけど、どこ行っても見られるっていうのはしょうがない事実、移動とかもそうだしね。なんだろう、せっかく吉日に一粒万倍日、結婚は全てにいい日を選ばれたわけでしょうと残念そうに語り、それでもう結婚してるってことを忘れててさ、アイスショーやったらもう1万4000人が完売したとかね、すごいな一人でっていうね、見せるってこともよく知ってらっしゃるしと称賛すると、この人にもプライバシーがなかったっていうねと続けました。だから結婚したことなんかって言ったら失礼な言い方だけど、とっくに忘れていたんですよ、羽生結弦として見てたから。で、結婚したら幸せになりゃいいと、で、ちょっとでもホッとする瞬間、これは私が言うのもなんですけど、プロにはプロしかわからん苦しみとか喜びもあるけど、本人しかわからんことがあるんですよ、どんなに周りがやってくれてもね、いろんな意味でと話し、家にいると羽生くんもホッとしてた時はあると思うのよ、私奥さんもねと推測していました。そうしてそれが105日って3ヶ月じゃないですか。これが決められたことやから、夫婦間のことは分からんけど、この言われてるプライバシーもない、守りきれないって言われてるとなんかちょっとかわいそうですよね、人としての個人としての幸せなことをさと同情していました。最後には、いやこれはやっぱみんなで考えましょうねと呼びかけました。一粒万倍日に結婚を発表した羽生さん、幸せな結婚になるようにと祈りが込められていたのだと思います。たとえ有名人であっても、みんなが知りたいからという理由でプライバシーを侵害されて良いなんてことは絶対にないと思います。報道がきっかけで人が亡くなることさえもあり、メディアの取材のあり方、報道の仕方、個人情報の暴露はどこまで許されるのかなど、そろそろ考えていかなくてはいけないのではないかと思います。3ヶ月で離婚の決断というのは芸能界でもなかなか聞きません。熱烈なファンがたくさんいるアイドルやその他芸能人は結婚したらどうやって乗り越えてるんだろうって今回の件で思いました。報告は非常に大事なものですが、こうしたことが起きてしまった以上、結婚を報告せず活動し、何年後か引退した後に公表するというのも一つの手段なのかもしれませんね。いかがでしたか。今回は羽生さんの離婚について和田アキ子さんが何を語っていたのかをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。